Let's go, ビヨーンズどうも、大分の高っち親方です。本日、6月23日、何の日でしょうかあ、毎度すごいですね。本日は、ビヨーンズ、前田心ちゃんのお誕生日。二十歳、おめでとういやーもうね、前、ここといえば、ね、メガネの男の子。こ胸ね、ボーイッシュでね、男性っぽくて、スタイルよくて、本当にかっこいい。 けれどもね、彼女のね、心っていうのは、まさにね、まあ、名前通りではないですけれども、ちょっとこうね、キュンとなる乙女心があって、本当に魅力的な子なんです。美しいという言葉が、まさに似合う、まあ、注目のハロメンです。まあ、よくブログなどで、私の心はここにある、ね、語ってますけれども、 いやいやもうね、私ども、ファンの心もね、舞国に集まっている。ほんとそんな魅力的、ね、こう求心力のある彼女について、まあ、今回ですね、えー、まぁ二十歳を迎えたということで、舞国の魅力などをご紹介いたします。ぜひ、あなたも、ね、舞国の沼にはまって、 前ここの心にね、近づいていける。そんな風になっていただきたいという思いでご紹介いたします。今回もお付き合いよろしくお願いいたします。最初に前田心ちゃんのプロフィールをご紹介いたします。まあ、今後はまあ心ちゃんとか前ここなどと呼ばせていただきます。えー、2002年6月23日生まれ。えー、これ収録している2022年の6月23日。まさに20歳です。 いやあ、もうほんと前ここもですね、美少女から、いよいよこう、大人の階段に差し掛かってきたんだなと思うと、しみじみ感じます。埼玉県ご出身で、まあ一つですね、ハロプロの中でもですね、この彼女のオリジナリティ、注目ポイントは、空手です。え、黒帯ですね、2段持ってて、え、もうかっこいいですし、あの、例えばビヨーンズのですね、あの、コロナの自粛期間中にあった、おうちでビヨーンズ学校、 で、えー、心ちゃんは、えー、この空手をですね、えー、教えてくださいました。まあ、型と根組みとあるんですけれども、まあ、彼女のと、はですね、あの、得意技は政権好きということで、えー、しばしばですね、この、コンサートでもご紹介してます。スイ e って言ってね。 もうね、決まってるんですよね。身長も高くて、引き締まってて、気合も入ってて。ね、この空手というのが一つ、まあ彼女の一つ魅力ですよね。そしてさらにもう一つ、えー、実は彼女のお父ちゃんですね。えー、本人はね、心ちゃん曰く、父ちゃんとね、呼んでますけれども、イタリアンシェフです。ね、イタリア料理は得意で、特に、えー、心ちゃんはね、 お父ちゃんの作ったパスタが大好きということです。で、以前ですね、ブログでも、まあ、お父ちゃんに習いながらですね、パスタを作って家族に振る舞ったこともございます。まあね、このお父ちゃんがパスタっていうところポイントです。以前も確か近パサ祭かなんか福岡にあった時もですね、好きな食べ物はお父ちゃん作ったなんとかパスタとかね、言ってたように、まあ、あね、一度でいいですからね、聖地巡礼じゃないですけども、えー、お父ちゃんのね、パスタ食べに行きたいですね。 で、まあ、埼玉県ご出身でね、今、パスタの話題も出ましたし、空手の話題も出ましたが、えー、これがですね、次の章の伏線にもなります。えー、前ここですね、実は、すんごい人脈、そしてね、ちっちゃい子がすんごい人に恵まれていたということをご紹介いたします。えー、そのま、キーパーソン二人、一人目が、工藤遥ちゃん、ご存知でしょうか。ね、クドゥですよ。 えー、元モーニング娘。のメンバーで、現在ですね、えー、女優として活、ね、用されてますけれども、実はですね、えー、彼女は、えー、前田心ちゃんのことを、もうちっちゃい子から死んでて、こっちゃんこっちゃんと呼んでるんですね、えー。で、前田心ちゃんもね、その、ドる、ね、くるはるかちゃんに憧れて、ハロープロに入ったと言われています。え、なんで二人とも関係があるのね、よ、まあ、一つ先ほどご紹介しましたが、 舞妓もですね、そしてクドゥーも埼玉県ご出身、おお、同じね、まあ、ふるさとだからつながりがあったのかということでですね、えー、なんと、えー、これですね、あの、工藤遥香ちゃんからも発表がね、あったんですけれども、えー、なんと、えー、どうもですね、舞妓のお兄ちゃんと、えー、工藤遥香ちゃんが幼なじみで、 ご近所さんだったらしいんですよね。えー、ということでよくあの、まあ、それこそマイココにやってるね、あの、イタリアンシェフのお店かなんかがご自宅にこう、工藤遥ちゃんが行って、で、ちっちゃい前田心ちゃんをね、ずっと、ずっと交流してたという、そういうね、不思議な縁もあって、ね、これがうまいですよね。ハロプロの縁というところです。で、じゃあ、その、マイココのお兄ちゃんって一体何者と、ね、幼馴染みはあのね、元モーニング娘。のメンバーで、 ね、そして、大女優ですよね、今。まあ、大っていうか、これが期待の女優ですし、妹さんはね、ビヨーンズで、ね。で、タ体の最優秀、ね、新人賞を取った、すんごいね、そのお兄ちゃん、一体誰そやというのがこちらですね。えー、前田健太郎さんですね。もう健太郎君とも言わせていただきますが、 実は彼、えー、はですね、現在俳優として活動されています。もう有名どころ、まあこれ一番有名だったのが、えー、去年2021年に仮面ライダーのですね、リヴァイ役を、ね、務められたのが前田健太郎さんです。まさにあのですね、仮面ライダーですよね、男の子の憧れのヒーローで、そしてね、しかもまあ芸能人というか俳優も目指されてという,ということで、いやーこれは本当にすごいですね、健太郎さん。 えー、実はですね、あのー、前田心ちゃんもブログで、実は私の兄が、えー、いよいよ仮面ライダーでですね、主役をしますという話をですね、まあ、ブログで書いたんですね。もう、ということで、要はもう、前ここもね、公認で、えー、前田健太郎さんと、えー、前田心さん、ね、兄弟であるということがですね、もう、 もう世間に広まったわけです。これかなりあのネットでもですね、有名になったんですが、もう見てください、このビジュアル。ね、健太郎さんのビジュアル。いや、まず本当目がそっくりですね。綺麗な二重でキラキラしてて、あの、工藤遥ちゃんもね、あの前ここに、のインスタに昔、あの、お兄ちゃんに目がそっくりだなっていうコメントもされてたぐらい。本当そっくりですよね、こう顔立ちが。 綺麗な、こう、目鼻立ちしっかりしているというところ。もう、まず、お顔がお強い。ね、お顔がかっこいい、かわいいというところ。そして、さらに、身長にも注目です。えー、前田心ちゃんが2022年の1月時点では確か169センチ。もう170センチある。非常に、まあ、女性としては背が高いんですね。えー、一方、ね、前田健太郎くん、お兄ちゃんはなんと、 182センチあると。これはもう男性としても背が高いということで。いやーもうね、兄弟揃って背が高くて、実際で細くて引き締まってますので。いやーかっこいいかわいいですね。プロポーションもいいということで。 うらやましい兄弟ね。私で、ね、は、まあ私も妹いますけどね。私はもうメタボなデブですしね。えー、妹はまあ小柄なんですけれどもね。いやー、この前田兄弟っていうのは、二人揃ってすごいですし、そこに工藤遥香というね、幼馴染近所のね、憧れの人がいる。なんて素晴らしい世界。 これはもう本当にハロプロに縁がある。とか芸能活動に縁がある。というところで、まあ前田心ちゃん、本当に、ま身内とか近所に、ま素晴らしい、本当。 ですね。先輩といいますかね、芸能活動ね、アイドル活動の先輩がいらっしゃる。ここのに恵まれているのがかなりすごいなというところ。これまあ一つまあマココのですね特徴すべきところ、魅力の一つとご紹介いたします。まあねそんなねいろ,いろとすごいマイココ。まあ、私は多分5、6回ぐらい実際現場で会ったことはございます。まあその中でも一番の思い出はですね、なんといっても。 2020年の夏のハロコン、福岡公演の場面です。えー、当時ですね、まあ、初めて私がロ、えー、ちゃんに会った回ですし、当時のハロコンは、あのいわゆる J-POP のです、ね、バラードをこうカバーする、いわゆるソロのです、ね、パフォーマンスをする回でした。 えー、まあ、初めて見て、まあそれまで私も、えー、まあ、心ちゃんと言ったら、まずビジュアルがいい。ね、ボーイッシュで人気、ね、特に女性に人気があると。で、もうね、二つ目がこうダンス、スタイルも良くてダンスもバッキバキというイメージ。空手もね、やってましたから、そういうイメージで言ったら、なんと、このサロコンではびっくり。歌がかなり上手い。えー、ですね、まあ要は、 声量、も声のボリュームがもう相当ありますし、伸ばし方、声の伸びもね、こう、半端ないというか、響いてますね。HY さんの365日ですね、えー、歌っていらっしゃいましたけどもね。怖いくらい溺れてるんでしょう。というところね、あの、まあ、前ここもこう、落ち着いた、ちょっと低めの声っていうところもあってましたし、 もうとにかくこう、もうお腹から声が出てて、こう会場中にこう響き渡る、もう声が大きくて、ああ、この時に私、毎ここ、歌唱メンバーだなと、歌えるメンバーだなと思いました。もうだからもうね、あの、事務所さん、プロデューサーさん、毎ここに歌われほし、ね、増やしてほしいなというふうに素直に思いました。ええー、まあ一つ現場でこう感じる魅力っていうのはあるんですけれども、歌唱力というのは、 一つ前ここに注目していただければいいなということ、まあ、私なりのエピソードから、えー、歌という魅力をご紹介をいたします、えー、そんな前田心ちゃんの魅力、まあ、たくさんこれまでもご紹介いたしましたが、まあ、改めて大きく見 つご紹介をいたします、えー、まあ美しいということ。ね、乙女心があるということ。そして歌唱力です。えー、最初に美しいということで、もうビジュアルも涙も美しい子なんですよ。えー、もう目鼻立ちしっかりしてますし、もう私が一番前こここれ本当に可愛いなと。こんな美人がハロプロにいらっしゃるんだ。別にハロプロが悪いというわけじはないんですけれども、ハロプロにいてくれてよかったなと思うのが、現在のスティール写真です。こちら、の、ハロプロが20 10周年迎える時のこうインタビュー記事ですね。ザテレビジョンさんから撮写真をね。お借りをいたしました。見てください。このね、ショートカットで目鼻立ちしっかりしてて、もう私はこれ100点満点のビジ美女だなと思います。この写真、本当に私大好きでですね。本当にいかにね。まずビジュアル側も見た目でこうね。一目見て、ああっとりするなという魅力を感じます。で、もう一つ。 まあ、ボーイッシュでありながらもですね、こう強そうに見えて、実は、まあね、優しいともある。これは、あとまあ、この後もご紹介するんですけれども、まあ、結構彼女、泣き虫なんですよね。まあ、それは本人もね、おっしゃってましたけども、なんかこう、サプライズとかイベントことが発表あると、すぐこう、涙して喜んでいるというところですね。 まあ印象的なのが、それこそファーストね、デビュー、ね、デビューシングル、メガネの男の子の多分リリーベの前の日だったんですかね。えウィオはこうパフォーマンスしてて、MC やってて、いよいよ発、した発売だね、なんかいろいろポスターとか貼られてて、いよいよデビューなんだって話の中で、いきなりマイコ国がこう、ね、後ろ向いて、こう、顔を上に上げながら、 涙が流し始めるんですよね。これもう嬉しいっていうとこ、いよいよここまで来たんだなっていう思いとかがね、乗って感極まったんでしょうね。その涙が本当に美しい、こう、目がまあキラッキラっまりますし、こう、静かに頬を伝う。 ね、これはもう嬉しさのね、涙だと思ってます。メンバーからもですね、高田くるみちゃんからもね、ね、涙は明日にとっておこうよ、ね、メジャーデビューにとっておこうよというね、突っ込まれてましたけども、いや、前ここの涙、まあ、結構ね、泣いてる場面多いんですけれども、美しい涙だなというふうに感じてます。まあね、再三私、ハロープロのメンバー紹介、ご紹介してますが、私自身が、まあ、死にる内でこう、 泣いている女性に弱いっていうね、ところもあるんでしょうが、やばい、ここは本当に美しい涙だなと感じてます。えー、二つ目がですね、えー、純粋な乙女心ですね。もう彼女優しくて素直な感性を持っている子だというところがポイントです。えー、まあ一つの例を出しますと、これ山崎ゆはねちゃんのブログで書いてたんですけれども、まあ簡単に言うと憧れのね、アンジュルム佐々木理香子さんの え、まあ衣装というか靴をですね、間違えて、前田心ちゃん履いてたというところ。で、ちょっとパニックになってごめんなさいって気持ちでこう泣いているところがありましたけれどもね。まあ本当彼女こう素直な子なんですよね。本当に喜びもね、表現もしますし、申し訳ないことでしたらごめんなさいっていうね、気持ちもある子です。まあ特にですね、まあ印象的だったのが、ビヨンズがこうメジャーデビュー8月7日にしますよって、サプライズで発表があったリリーベがございました。 まあその時の前田心ちゃんがまあ結構目立っててですね、印象的でした。まあ当初はそのイベントの中では、メガネの男の子のミュージックビデオをファンの皆さんに見ようっていうふうなえ企画でした。 しかし実際ビデオが始まってみると、なんと、えー、メジャーデビューしますよというサプライズの、えー、まあ、動画が流れました。それ見ても本当メンバーが泣き崩れてるのがまあ印象的ですが、その中で前田心ちゃんもね、涙流しつつも、ね、MC の鈴木慶太さんから、おい、ちょっと感想言える人いるかって言った瞬間、ね、前田心ちゃんが、よしじゃあ私行きますって先陣切ったのがかっこいいですね。この切り替えもいいですし、で、実際ですね、この、 え、まあサプライズ発表あって、で、ところで、そのメガネの男の子のミュージックビデオを今日やるんですかって、ね、質問があった時に、ま今ね、鈴木健太さんが、いや、今日はちょっとミュージックビデオ実はまだできてないんで流しませんって聞いた瞬間、前田心ちゃんが、えショックみたいな感じで、楽しみにしてたのにっていう悔しがるところもね、正直私は可愛いなと思いました。 えーね、そういう気持ちもきちんと出せる子。ね。そして最後に、まあね、鈴木健太が斜めいや、まあ、ミュージックビデオは、まあ、いつだって見られるじゃん。それよりもさ、デビューできるんだぜっていう話をおった瞬間、マイコが、やったーって喜ぶあのね、無邪気な姿。本当まあ、喜怒哀楽がこうね、素直に出ているところ。この純粋さっていうの、ね、ほんと美しいですね。 あの、まあ、メンバーカラーシーブルー、水色ですけれども、まあ、ね、そのイメージあるように、こう、透明感ある、純粋な気持ちもございます。まあ、余談ですけど、前ここはそのシーブルーが本当に嬉しかったようですね。この色が希望してたというか、大好きな色だったので、まあ、色に誇りを持っている、そのね、喜びというのもね、いいですし、本当メンバーカラーに似合うね、キャラクターだなと思っております。で、三つ目が、歌唱力です。 まあ先ほど申し上げた通り、ね、もう声量、声の伸びというところに加えてもう一個私が押したいのが、可愛い,い声も出るんですよ。出るって言ったらあれですけど、可愛い,い歌声も持ち味です。まあもうメガネの男の子とかいろんな役、ね、歌の中で男性役をやることがあるんで、ね、まあ低めの声でですね、歌う場面もあるんですが、 実は、まあ、いわゆる女の子らしい、こう、高い声、可愛い声も彼女の持ち味です。えー、ビタミン・ミーという曲の中で、2番のサビの中で、まあ、前田心ちんがこう歌う場面があります。得意が、いろいろ、集まってっていうところ。ここのね、前ここの声がね、私最初聞いたときキュンとなりました。 ああ、いつもの子で、ね、僕なんかグランプリみたいな声の子が得意がってこう、ね、あ、こう高い声出るんだなと。で、可愛い,いなと、ね、いうふうに思いました。ビタミン B のこう、前田心ちゃんってこう、 結構まあね、最初の冒頭のとこではね「え渡す」みたいな感じでこう面白い役もあるんですが後半から結構可愛らしい、ね、役もあって Y 字バ,バランス取ろうとしてもああってグラグラする振り付けなども、ね、現場で見るとかなり可愛いですし、ねこうまあ、普通に、まあ、歌がうまいこう清涼感があって落ち着いてる声プラスかわいらしいなっていうところこの、ね、2つの声に。 ギャップのところにキュンとなるなというところですね。えー、ということでね、まあ、美しい、ね、ビジュアルと、そして純粋な気持ち、そして、ね、かっこよさと可愛さを備えた歌唱力、この3つはまあ特に注目していただきたいと思います。さあ、えー、いよいよまとめですけれども。 ええ、まあ、まず本当マイここは美しい、ね、純粋な美少女という印象がもう強いですし、まあそういうのが伝わったかなと存じます。まあそんな舞ここが、いよいよもう二十歳ですね。まあ成人は18歳になりましたけれども、まあいわゆるですね、これまでのデュまあ二十歳ね、イコールね、大人っていうところにもいよいよ差し掛かりました。まあこれまでの本当純粋な美少女というところから、まあ今後はこう、大人っぽさ、 というところですかね。そういう魅力も、まあ、増してくるのかなというふうに感じてます。なんかこう、落ち着いた感じ、振る舞いとかですね。それでどんどん後輩とかも多分これからできてくるでしょうから、お姉さん的なですね、存在にもなるかもしれません。いや、本当にこの純粋、素朴な気持ちはもうずっと、 え、持ち続けて欲しいですし、彼女ならね、そのままずっと素直に育って一生懸命ね、ひたむきに、そしてファンをね、喜ばせて、キュンとさせてくれると信じています。で、そっからじゃあ、こうね、大人になってね、このキャリアも重ねていって、どう化けていくのか。まあ、このままの舞国も好きですし、ね、変化する舞国にもですね、私は期待をしております。私の心はここにある。みんなの心もここにある。 これからですね、いろんなファン、ね、ハロプロが誇るこの美しい心を持った前田心ちゃんに、私たちの心もね、集まるかもしれません。そういう存在になってほしいということで、エールを込めて、今回ご紹介をさせていただきました。いや、これからも本当に頑張れ、前ここ、というところですね。えー、ということで今回は、ね、ビヨンズ、ね、雨の森川海の前田心ちゃんの魅力をご紹介をいたしました。 いや、本当にこう、ハロプロって、いろんな個性持っている人もね、多いですし、いろんなこうね、今回の場合はね、お、お,、ね、お兄ちゃんとおね、おね 幼馴染という面白い人間関係もあって、こう知れば知るほどね、キャラクター、パフォーマンスもそうですし、人間模様を知ると、ハロプロは奥深いなと思います。これが今、かけ70名くらいデイリさいらっしゃいますから、そこら辺がハロプロのまた面白さですね。いろんなメンバーがいるというところ、たくさんいるというところがポイントです。ぜひですね、一緒に沼にはまって、ね、心を一つにやっていきましょう。ということで、今回も最後までお付き合いいただき、 ありがとうございました。よろしければ、いいねボタン、そして、チャンネル登録も、ぜひ、よろしくお願いいたします。えー、ハロプロの話題、本当ずっと続いてます。まあ、あの、この後もね、サイン会続きますし、えー、ね、いよいよ、椿ファクトに新曲も届く予定、お茶の間もデビューします。そしてね、夏のハロコンじゃなかった単独ツアーもね、ありますので、まあ、いろんな話題、ね、にハロプロの話題、結構ですね、このチャンネル、今増やしておりますので、 引き続き一緒にハロプロを応援して交流してまいりましょう。それではまた。今日も推しのために働く。